こんにちはヨガ講師のタガです皆さんヨガを全くやったことのない人が週1回90分ほどのヨガを1年間続けたらどうなるかどうなると思いますかなんと身長が伸びますいやこれ本当なんですよで身長が伸びた結果どうなるかというと絶対に幸せになりますこれ一体どういうことなのか納得の理由が3つありますから是非最後までご覧ください ヨガスタジオのレッスンだいたい60分か90分がものすごいです。で僕はね90分のレッスンを主に担当しています。でヨガスタジオには週一で通う方がもう圧倒的に多いんです。で僕はヨガを指導するようになってからもうかれこれ20年近く経ちますが、ヨガをね教え始めて一番最初にびっくりしたことは。 何人もの生徒さんからヨガをするようになって身長が伸びたたんでですすって報告されたこと大体いい職場の健康診断で気づくんだそうですけれどもかなりの数の人がヨガをするようになって1年後5ミリぐらい伸びるっちゅうんですよ。中にはね1年後1センチも伸びたという人もいました。 これね大人になってから成長して伸びたわけではないんですよ。じゃあ一体どういうことなのか身長が伸びたというよりも歪んんででたた背骨がヨガによっって整とということなんですだからね何もしないでいるとほら生活習慣スマホを見たりパソコンとかずっとやってたりするとこんな感じになっちゃうんですよ。猫背で背でで骨が歪んでしまいまいすでヨガ 前屈したり後屈したりねじったりこれをね週11年ぐらい続けるとその歪んでた背骨が整うんですその結果身長が伸びるんですじゃあこのね歪んでた背骨が整うと一体どうなるのかですまず1つ目肌ツヤが良くなりますいてこんな感じで姿勢が悪いとどうなるかというとここに内臓がありますよね内臓 姿勢が悪いと内臓が圧迫されて血流が悪くなります血流が悪くなると当然内臓の働きが悪くなりますで内臓というのは消化吸収デトックス排毒をしているものですからねだから姿勢が悪いと消化吸収デトックス排毒がうまくいかないということです でヨガをするようになって姿勢が整うと内臓を圧迫しているものがなくなり内臓の位置が整ってね内臓が広がる内臓の血流がよくなる内臓がきちんと働くようになる消化吸収デトックス排毒がうまくいくようになるんです。で僕たちっってねねやっぱり、ね、消化吸収デトックス排毒がうまくいいかないと 肌が荒れますすよよねねねいやそうですよ、ね、僕なんかも、ね、ちょっと食べ過ぎたらもうすぐ肌に出ますからで姿勢が整ってね内臓がきちんと働くきちんとデトックス排毒ができるようになると肌が当然ツヤツヤになるんですよ肌が良くなるに決まってるんですよなのでヨガをすることによって姿勢を整えることによって誰でも美しくなりますヨガで姿勢が整うとどうなるか2つ目体調が良くなります元気になります 僕たちのね体調を自動的にコントロールしてくれるものの一つが自律神経ですでこの自律神経というのはね例えば心臓の働き血流だとか血圧呼吸そしてその他内臓の働きを自動的にコントロールしてくれるものですそしてこの自律神経はね僕たちが日中例えば仕事とかでね一生懸命頑張らなきゃならない時に頑張らせてくれる神経であり で僕たちがね夜になって家に帰ってリラックスしてぐっすり眠るためにそんな働きを促してくれるリラックスさせてくれるものもこの自律神経なんですよだからこのアクセルとブレーキなんていうふうによく言われていますでこのねとても大切な僕たちのこの体調を自動的に管理してくれてるこの自律神経ストレス社会の中でもみんなおかしくなってると言われてます大体もう9割方の人がねもうこの現代社会の中で自律神経がね狂ってると言われています そんな自律神経の中枢は背骨の中の脊髄神経にあります自律神経というのは当然ストレスによっても乱れてしまうのですが姿勢が悪くて背骨が歪んでいることによっても自律神経乱れてしまいがちになりますなのでヨガをすることによって姿勢が整って背骨の位置が整うことによって自律神経整いやすくなるわけですよ 自律神経は僕たちの体調を自動的にコントロールしている神経なので、ヨガで姿勢が良くなれば体調が良くなるわけなんです。そしてね、そもそも最初に説明したように、姿勢が整って内臓が整ったら当然体調良くなりますよね。なので皆さん、ヨガをすることによってもう絶対に誰でも体調良くなりますから、ヨガやった方がいいですよ。ヨガで姿勢が整うとどうなるか3つ目。 心が整まますす穏やかでいられます姿勢が悪いと内臓が圧迫されて内臓の働きが悪くなるのと同じように姿勢が悪いとここ肺も圧迫されて呼吸が浅くなりがちですじゃあ皆さん呼吸が浅いのと呼吸が深いのとどちらの方が心が落ち着きやすいでしょうか呼吸が深い方に決まってますよねもう当たり前ですよねだってねイライラしてる時 落ち着かないとき緊張してるとき深呼吸しなさいってよく言われますよねはあ、あ,あ落ち着いたってなるじゃないですかなのでヨガでね姿勢を整えると肺を圧迫しているものはなくなる肺が広がりやすくなる呼吸が 深くなる普段から呼吸が深くなるとどうなるか普段かからら心が穏やででいいれるととうことなんです姿勢が整って普段から呼吸が深くなると全身の細胞の栄養となる酸素が血液で全身の細胞に行き届くようになるので全身の細胞を生き生きとするんですよそして普段から呼吸が深くなると代謝もアップするんですよもういいことずくめじゃないですか ヨガで姿勢が整うと内臓自律神経呼吸が整えますその結果体調が良くなります元気になります肌も良くなります美しくなります何よりも心が穏やかでいられますなので実際に僕にね身長が伸びましたって報告してくれた人に話を聞いてみると大体ね女性 冷え性ででで悩んでる人多いいじゃないですかヨガをするようになって「冷え性改善しましたよかったです」とか「風邪ひかなくなりました」とか「便秘が改善しました」とか「肩こりすごい楽になりました」いっぱいいるんですよなので皆さん是非週1回でいいですからね是非ねヨガやりましょう週1ヨガで幸せになりましょう。 もう僕のこの YouTube チャンネルでもね、90分のヨガのレッスン配信してますので、ぜひそちらも参考にしてください。今はもう全国にね、本当にね、ヨガの教室いっぱい増えてます。もうぜひ週1でいいですから、やって幸せになりましょうね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ。